やってしまいましたね。そうですね、はい、2回目も失敗。前回の、まあ、映像なしのポッドキャストには、はい、まあ、まあ、ポッドキャストっていうのはもともとね、そうです、映像なしのものなんだけど、はい、この素人たちハプニングで映像なし、はい、今回は EU も、EU でも日本人性でもなく単なる録画のそう、はい、そうカメラで、はい、ボタンを押してなかったんですね、すいません、はい、どうかしらよくあることということで、はい、3回目、はい、ボゴチャイタイム、はい、乾杯、はい、で熱くなってきましたね、あ、そういう流れ、はい、そうですね、昨日なんかは37度、あ、37度だったんですね、もうあれですね、はい、日本だったらあの8月のあの日はこんな天気でしたっていうレベルですね。まだ2月ですね。そうですね、はい、ハイデラバードもね、あ、やはりホリからですよね、そう、暑くなっていくっていうのが普通なんですけど、まあ、地球温暖化ですかね、ですかね、はい、本当に暑いですね、フライパンの上みたいな、そうですね、はい、まあ、ハイデラバードは夏は早く来て早く終わっちゃうからですね、特にデニーとかと比べると、確かに、8月には涼しくなります、7月から涼しくなって、しかも急激に涼しくなって肌寒い、いや、そこは、まあ、いや、急激に涼しくなりますよね、うん、雨が降ったら寒くて扇風機つけられます、あ、私あのケアラ出身なので、はいはい、うん、その雨が降って急に涼しくなるっていうその、まあ、その天気 の、なんて変わりがですね、うん、やはりハイデラバードの方はどちらかというと遅い感じがするんです、もっと早いんですか、もっと早いんですね、あ、はい、まあ、蒸し暑いのはねずっと続くんですけれどもその雨の時の涼しさっていうのがね、うん、蒸し暑さがあって涼しさがあって、その3つの組み合わせがケララの雨季って感じかな、あ、雨季は何月からですか、ちょうど学校が始まる時なんで、うん、4月に、あ、あの5月に、うん、あ、4月ですね、4月、5月夏休みがあって、うん、6月からですね、はい、そこは西日本の年ですね、そうですね、大体西面がもうちょっと遅いんですよね、うん、もうケルラから入ってきて、でハイデラの方に進んで、まあ、この雨季といってもモンスーンのことですね、モンスーンのことない、モンスーンじゃなくても雨が降ることもあるん で、まあ、ね、でベンガルで5月あたりはよく雨が降るんですけど、あれはモンスーンじゃなくて暑すぎて、暑すぎて低気圧の関係で、気圧が低くなって、不安定になって、うん、そう、サイクロン、あ、そうですね、海の方からこう、はい、雲が入ってきて、そうそうそう、雨雲が入ってくるっていう、すっごい雷になって、あ楽しいですね、楽しいです、もう暑い時に、うん、やっと雨が降ったっていう、もう本当に暗くなって、うん、昼間なのに、うん、真っ暗になって、うん、やはりいきなりでしょ、ね、いきなり暗くなって、雷になって、うん、雨が降るんですね、よく文学のタイトルとかになります、ああ、そう、あ、そうですよね、感情がね、はい、変わるっていう、まあ、キャラでもあるんですよ、その、まあ、11月の頃なんですけどもね、11月にモンスーンが一周して帰ってくるんですよ、ああ、帰ってくる時で、帰ってくる時の、そのモンスーンの怒りがね、まあ、あ、その雷がもうすごいですよ、私のおばさんなんかはね、もう10月11月 の、 そのあの雷の日だったらもう 出かけないんです、ずっと家にいるんですよね、はい、で停電もあるし、あ、まあ、でも最近はね、まあ、停電はね、ないんですけれども、停電のその 10月11月の停電の時にも、家族、そのなんですか、団らんって なんていうんですかね、家庭団らんですか、家族団らんですか、家族団ら、まあ、家族団らんで、そういろんな話をするっていうのは非常に懐かしいですね、はい、ね、まあ、その時に、まあ、テレビがあるとね、みんなバラバラで、あ、そうですね、自分たちのことや、うん、自分たちで、まあ、いっぱいなんだけど、停電となるみんな集まる、昔ろうそくだったんで、そのろうそくのところに、まあ、こう、はい、ありがたかりみたいに人がみんな集まって、集まって、はい、何をするってみんな話す、そうそう、いろんなね、はい、ありますね、うん、はい、まあ、学生だった頃はね、まあ、宿題の話とか聞かれたからちょっと嫌なところがあったんですけど、はい、
私たちはその雨が降り出すと、うん、やったーって言って外に行って、うん、もう雨に濡れながら走り回って、あとベンガルだとサッカーはやりますね。やりますね。サッカーやりますね。雨が降り始めたらもうサッカーやる。なんだかこう、はい、結構ドロ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 。なんででしょうね。で、うん、ゴールが目的じゃなくて、うん、泥に滑って落ちるのが目的なんですよね。とりあえず水をかけまくるっていうのが目的。楽しそうだったですね、あれは。そう。で、今ちょうどその天気のね、うん、あの言い方を勉強してるんですけど、1年生の授業で。で、挨拶の話で、いい天気ですね、うん、天気がいいので散歩しましょうとか、うん、そういう文章があるんですけど、いい天気の概念が、多分、国によって違うっていう。そうですね。まあ、地域によってもね、地域によっても違う、はい、違うんですね。日本では晴れがいい天気って言ってましたけど、うん、みんなに、はい、いい天気ってどんな天気ですかって聞いたら、うん、はい、どうですか。まあね、まあ、昔ね、まあ、だったら雨季ですかね、まあ、モンスーンですね、まあ、雨の季節、はいはい、曇り、曇り、まあ、あ、曇り、雨ですね、雨ですね、はい、とりあえず日が出てない、そうですね、はい、あともともとあの農業社会なので雨が降ると、うん、嬉しいっていう気持ちは昔からということでありますよね。ケララは6月あたり、6月、7月はですね、あんまり、そのいい、あ、ケララは違うかもしれない、ちょっと違うんですよね、飢餓も、飢餓がね、まあ、そのいわゆる人が、ね、あの、まあ、その食べ物がなくて、うん、まあ、いろんなその雨が降ると、うん、まあ、収穫もできないし、で非常に、まあ、苦労する時期なので、その7月、まあ、6月7月っていうのは、農業、まあ、農民にとってはあまりいい話なんで、洪水もね、あったりするんで、はい、まあ、インドといっても、いや、あの同じケララでもね、少しあの、富裕層だと違うんですよ。あの洪水があっても別に、なんてことないで、その人たちと話すと全然、はい、違う雰囲気で、まあ、あの昔のケララっていうと全然違うイメージがあって、あ、で農民の人と話すと、あ、はい、いろんな伝染病とか、いろんなことが、人が亡くなったりするっていう、はい、だから子供が生まれたらね、はい、まあ、その、星座みたいな、まあ、まあ、占い師だとね、その時期に子供が生まれると、まあ、おじさんも、うん、その子のおじさんと お父さんが亡くなるっていう、まあ、まあ、つまりそういう時期に昔はね、今は違うんですけど、うん、昔はね、まあ、その子供が生まれるっていうのは口がね、その増えるわけなので、誰かが犠牲になるわけですね。でおじさんはなぜかというと、そのケララは弟、あのおじさんが、その課長のわけなんですね、はい、そうなんですか、はい、お父さんではなくおじさん、はい、おじさんが課長になる、まあ、そういう、はい、歴史もあるんですね。次男が、あ、次男ではなくて、いや、おじさんが、あ、その家庭 の、 その一番偉い人になるっていう。おじさんってはどっちが、あ、あの母方、母方の、母方の、なるほど、はいはい、うん、あ、それは読んだことありました、ね、うん、面白い、うん、そうね、だから私 の、 あの祖母とかと話すと、祖母の父の話じゃなくておじさんの話をするわけですね。おじがこうしたとか、おじがこうなんですか、おじが、ね、あ、でもこれはあのケララ全体じゃなくて、あの、いくつかのカーストしかない、そうなんですね、あ、カーストだけじゃなくて、まあ、普段そのケララの話、そのこの話となるとね、まあ、ナイアルというカーストがあって、はい、で、はい、僕らナイアルではないんですけど、はいはい、ナイアルじゃない方でもこういうのがあったんですか、面白いですね、はい、面白い知りませんでした、ね、私でもね、あの、おばさんの話聞いてて、うん、なんで父の話 しないんだろうな、うん、この間あの本で読んでたんですけど、ケララもそうなんですけど、あとあのオーストラリアの、東に、うん、あのパプアニューギニアのあたり の、 あの島もそういうあの制度で、こう、女性と男性は普通に結婚せずに、こう、うん、
まあ、あの恋愛または肉体関係でも何でも認められてるんですけど、うん、で結局はあのもうあの退屈だったらもう最後には結婚する。でも結婚、した後は、ずっとあのお父さんが結婚して子供ができたらあの子供のお父さんがずっとお父さんの家で、うん、お母さんが自分の実家に住んでて、で実家にはそのお母さんの弟またお兄さん、うん、ってことは子供の母方の おじさん、うん、も一緒に住んでる、うん、それで、普段我々の社会でお父さんの役割をあそこではおじさんが実際に果たしているっていう、うん、そんな感じですね。